エディンビシュチャは、ユーゴスラビアオロボ出身のプロサッカー選手。元、サッカーボスニアヘルツェゴビナ代表。イスタンブールバシャクシセヒル FK 所属。ポジションは MF。FK ブドゥチノストバノビチのユースチームを経て、FK ジェリエズニチャルサライボでプロデビュー。2011年8月10日、トルコのイスタンブールバシャクシセヒル FK に移籍。2013年に、チームは、 スユペルリグから TFF1 リグに降格してしまったが残留を決断。2部で10ゴール10アシストの結果を残しリーグ優勝とトップディビジョン復帰に貢献した。ユース年代からボスニア・ヘルェゴビナ代表に選ばれている。2010年12月10日のポーランド戦でフル代表デビュー。2014FIFA ワールドカップではアルゼンチン戦に出場した。 2015年6月12日のイスラエル戦で代表初ゴール。2018年6月1日の韓国との親善試合ではハットトリックを達成した。2021年5月21日代表引退を表明した。経験なイスラム教徒である。2014FIFA ワールドカップでクイアバに滞在した際、チームメイトのムハメド・ベシッチ、ベダド・イビシェビッチと共に、 現地のモスクで礼拝を行った。ありがとうございます。